洪水の前の年におけるセントジャイルスの通りの様子。ロンドンビール洪水は1814年10月17日にイギリスロンドンのセントジャイルズ教区において発生したビールの破裂流出事故である。事故はトテナムコートロードにあるも、いくつ醸造所で起こった。醸造所はセントジャイルス貧民街の旧品院と長屋の間に、 立っていて、従業員やその家族が地下室で帰居していた。午後6時頃、13万5千にエーガロン以上のビールを蓄えた大樽が破裂し、中身が流出。その衝撃で同じ建物にある他の大樽もドミノ倒しのように転倒し、ビールが津波のごとく醸造所から屋外に溢れ出した。これによって2つの家屋が全壊して、 隣接するタウィストックアームスパブの壁の倒壊で10代の女性バーテンダーが圧死した。さらに地下室にもビールが流入し、幼児2人を含む7人が溺死したばかりか、翌日には急性アルコール中毒で1人が死亡した。結果として32万3000映画論以上のビールが紛失し事故についても醸造所が試食の追求を受けたものの、結局不可抗力と認められて、 刑事罰は免れた。しかし、醸造所は事故によって損失が巨額に上っていたことに加え、ビールに対する税金を納付済みであったことから一時期事業継続が危ぶまれた。とはいえ経営者が議会に請願し、損失分の税金について返還が認められなんとか、事態の切り抜けに成功した。ドミニオンシアター醸造所は1922年に解体された。そして今日、 かつての醸造所の一角にドミニオンシアターが置かれている。ありがとうございます。